NHK のお金を払わないことが多くの方が望んでおられることだと考えておりますので、最新の支払い、ね、方法についてお話していきたいと思います。 NHK をぶっ壊す。NHK の受信料を値下げの話題が昨日出ておりまして、まあこれについての見解を述べさせていただきます。で、NHK の契約者数って伸びてるんですね。で、その関係で一人当たりの単価を下げようっていう圧力がかかって、まあ、今回値下げになるということで、まあ2ヶ月で BS が4000円切るのかな、地上料金が1100円ぐらいになるっていうことなんですが、まあ正直そんなの関係ないんですよね。NHK のお金を払うことに、嫌っていうか、払わない方法を知りたいというか、NHK のお金を払わないことが、まあ皆さんが望んでおる、多くの方が望んでおられることだと、こういうように考えておりますので、まあその方法について、最新の支払い、ね、方法についてお話していきたいと思います。でですね、我々 NHK 党は NHK の被害者をお守りするということを言ってるわけで、 NHK の番組内容について触れようという気は全くありません。もう我々は NHK なんて見ないから払わない、そもそも期待してないから受信料払わないという方を応援するという考え方ですので、まあ、NHK に正しい報道を期待する方については、それはちゃんと NHK が正しい報道をしたらお金を払うという逆の意味にもなると思いますので、だから NHK の番組を追及しないっていうのは、政治家がその番組内容について突っ込んでいくっていうのは検閲になるので好ましくないということもあって、そういった番組についての批判はもう今あえてしていません。で、話を大事な方に戻すとですね、今先ほど東京高等裁判所で裁判が行われまして、 NHK と契約しなかった場合に、もし NHK から訴えられたら料金3倍払えということになっているんですね。これは本当にそんな3倍って料金が最高裁この後認めるのかっていうのはこれからの話なんですが、まあいずれにしても契約はしておいた方がいいと思います。テレビお持ちの方はね、まずこれはずっと言ってます。で、なぜ契約した方がいいかっていうと、逃げるななんですよ。 NHK から逃げることをやめてほしいんですね。で、契約するっていうとなんかちょっとすごく敷居が高いかもしれないんですけど、簡単に言うと NHK に個人情報を伝えるっていうことなんですよ。住所と名前と電話番号とメールアドレスを伝えなきゃいけない、これが契約なんですね。でも支払いに関しては義務じゃありませんから、 NHK にちゃんとあなたの不払いの理由を伝える。受信料制度が不公平だとね、払う人と払わない人がいる分担金は嫌だ、これ一つの理由ですよね。もちろん NHK の番組が気に入らないから払わない、これも一つの理由ですよね。で、NHK なんかほとんど見ないから、これも一つの理由じゃないですか。そういう理由を皆さんの中で、もちろん受信料が高すぎるかとかね、その理由を NHK にぶつけてほしいんですよ。だから堂々と個人情報を晒す、いわゆるまあ契約をしてやる、で、なぜ払わないのかについて NHK 側に意見をぶつけていく。で、それに対して NHK 側がもし裁判してきたら、我々 NHK 党が受信料をお支払いしてですね、全額こちらで負担をして、まあ、NHK 党が仮に亡くなったとしても立花隆が、お支払いをします、個人的にね。で、それで裁判になる前に支払い督促の段階で終わらせてしまうということで、解決を図っていきたい。もちろんもうテレビなんて見ないよっていう人については、テレビを捨てる。テレビがない方は、チューナーレステレビですね。今撮影してるのが小さいスマホなんですけど、スマホでは野球とかサッカーとかね、まあもちろんいろんなコンテンツが、迫力がないという方については、チューナーレステレビを買って大画面でする。で、今テレビがある人ね、まあ僕の、まあ、関連の会社の方で、引き取りサービスもしようと思ってます。で、だからこっちに送っていただくなり、地元の電気店に引き取ってもらって、リサイクル券をもらって、村岡総合法律事務所の方に郵送いただければ、村岡弁護士の方が NHK との解約の交渉をすると。まあ、こういう形で NHK との契約を解約する。まあ、そもそも NHK との契約をしなくていい状態にしていこうっていう人と、まあ、テレビはなかなかね、おじいちゃんもおばあちゃんもいて話せないと。でも NHK のお金払いたくないって人については、NHK と契約だけしておいて、請求書を NHK からもらって、これまた村岡総合法律事務所がやっている NHK からの請求書を受け取り代行サービスですね。皆さんと NHK が接触しなくてもいいように請求書を弁護士事務所で受け取る。これをすると電話も NHK からかかってこないし、 NHK からの訪問も止まります。
だからそういうサービスを我々はしっかりと展開して、お一人お一人が NHK と契約しない、いわゆるテレビをない状態にして契約しない、あるいはテレビがある以上は契約をした上で不払いをするという、一人一人の国民が NHK にお金払わないんだと、こんなの値下げなんかされたって関係ないと、 NHK にお金を払わないっていう人たちが集まって NHK の収入源を断つことによってですね、 NHK をぶっ壊すっていう戦略です。もちろん NHK が潰れなくても、お一人お一人が受信料を払わなければそれで被害はなくなるわけですね。皆さんがそれを知っていただければ NHK をぶっ壊すことができるという状態ですので、ぜひご協力をいただきたいと思います。でこの件に関して、電話番号もコールセンターも設けてます。東京 03-3696-0750 です。東京 03-3696-0750、 お昼の12時から夜の9時まで、土日も祝日もやっておりますので、受信料不払いしたいなっていう方についてはこちらの方にまずはご相談いただきたいと思います。以上です。多くの国民が受信料を支払わないことによって NHK をぶっ壊す。